いかがでしょうか。まもなく9時になるところです。3月30日月曜日、3月最後の月曜日、年度末ですね。皆さんこんばんは、堀出健一と申します。皆さんには、小さな紙を配らせていただきました。今から1時間ほど、レギュラーイベント朗読の時間ということで、お楽しみいただきたいと思います。で、数えて122回になるわけなんですが、もうおなじみかもしれません、この僕もの朗読イベントなんですが、引き続きお料理も楽しんでいただきます。そしてお酒、ワインもぜひ楽しんでください。さらにはおしゃべりもぜひ、引き続き行っていただきたいと思うんですね。賑やかな中で、先ほどまで流れていた音楽に代わって物語が流れてくるという、そういったイベントになっています。引き続き賑やかな中での朗読お楽しみいただきたいと思います。そして会話が途絶えた時に、物語がポンとカットインしてきて、あ、これってこういう話だったのかなっていうようなこと、そこからまた、おしゃべりに花を咲かせていただければなと思うわけなんですが、早速、今日も3本、皆さんのところにお品書きを用意いたしました。読んでいきたいと思いますが、まず最初、食通ということで知られております北王子魯山人のお米の話というものからいってみましょうか。魯山人がお米について、語っているというものなんですけれどもね、ぜひお付き合いください。あ、そうだ、今用意してもらったんでそれを先に言っておきましょうかね。こちらのイベント投げ銭になっております。もし、あ、面白いことやってんねとか、よかったよということであれば、こちらに、お心づけなどいただきますと、嬉しいと思いますので、お付き合いいただきたいと思います。さあ、それではまず最初は北王子魯山人のお米の話、お米について魯山人のうんちく、しばらくお付き合いください。お米の話、北王子魯山人。近頃は以前のようにやれ播州の米がうまいとか越後米に限るとかいうような話はあまり聞かない。ただ米でありさえすればありがたがるご時世ではあるが、しかし以前でも米の味に詳しいという人は少なかった。うまい米といえば、その昔朝鮮で利王様にあげるために作っていた米がある。これはすこぶるうまかった。収穫は非常に少ないが、米粒の形もよく、見たところもきれいな米であった。ただしあまりうますぎて、副植物がご馳走の目的の場合には使えない。うますぎるというと変に聞こえるかもしれないが、元来米というものはうまいものである。うまいもののごくちは米なのである。うまいからこそ毎日食べていられるわけなのである。特にうまい米はもうそれだけで十分で、他に何もいらなくなってしまう。ことにライスカレーなんてものに使う米は少しまずい米でないといけない。例えば玄米だ。玄米は白米とは別な意味で非常にうまい。玄米のご飯にご馳走をつけて出すのは打足である。漬物でもあれば十分である。だからいくらうまいと言っても料理の後では邪魔になる。ところが一般の家庭はもちろんのこと、多数の料理屋がこのご飯というものについてとても注意が足りない。料理屋がそうだから料理人は皆そうで、料理長というものは板前といって、まな板の前に座って刺身ばかり作っている。本当の料理人なら仮に自分で飯を炊かなくとも、飯がうまく炊けたかどうかということについて相当気になるはずである。なぜならせっかくいい料理を作っても締めくくりに出る飯がダメだったら、全てがぶち壊しになってしまうからである。
ところが料理屋というものの多くは酒飲み本位に工夫されているために大抵の料理人は自分の受け持ちの料理さえ出してしまうと後の飯がどうであろうと一切お構いなしで帰ってしまう。それでは料理人としての資格はゼロに等しいと言われても彼らは一向に頓着しない。味噌がないからだ。一般に飯炊きというと料理人ではなく雑用人として一段と下った仕事として扱いろくな給料も出していない。ずいぶん間違った話である。だから星ヶ丘茶寮時代私のところへ料理人が来ると君は飯が炊けるのかと第一に聞いてみる。なかなか自信を持って答えのできる者はいなかった。とにかく飯は最後のとどめを刺すものであり下戸には大事な料理である。料理をするほどの者が自信を持って飯が炊けないとことはむちゃくちゃな振る舞いであり親切者とは言えないことに。それにもかかわらず料理人は自分の苦労の足りなさを棚にあげて飯を炊くということは何か自分の保険に関わるもののごとく考えているらしい。浅ましい話だが、それでは先生はご飯をお炊きになりますかと聞くものがあった。私は権下に炊けると答えた。料理人は飯なんてものは無意識のうちに料理ではないと考えているらしい。ところが飯は料理の一番大切なものである。料理ではないと思うところに根本的に間違いがありまずい飯ができるのである。洋食でパンの量費を問題にしたり炊き方を問題にしたりするのと全く同じなのである。だから飯は料理ではないという考えを改め立派な料理だと考えなければならない。この意味で料理人は飯の炊き方に注意しなければならない。私は断言する。飯の炊けない料理人は一流の料理人ではない。主婦、女中、飯炊きについても同じことが言えるのである。という話が北大路魯山人のお米の話、こちら書かれたのが昭和22年1947年なんですね。まあ、米の炊き方一つとってもそういった、美味しいとかまずいとかってものが出てくるということなんですが、確かにお米の味っていうのはありまして、僕が中学の時にちょっと入院をした時にお粥のモットーですね、もう本当米のとぎ汁みたいなものをまず、まあ、食べるというか飲み始めて、そこから1週間経って徐々にお湯から、お粥になって、で5日目か6日目あたりで白米を食べられるようになったんですが、その時に感じたのはお米っていうのは味があるんだねっていうことなんですね。すごい噛んでると甘いんです。その時に一番最後に食べるものは何かっていうふうに聞いたら、多分お米ご飯っていうふうにね答えるようになりました。そのくらいお米の炊き方っていうのも、変わってくると味も随分変わってくるものになると思いますけれどもね、普通に炊いている病院食でもうまいって思いましたからね。お米って毎日ほぼ毎日食べているもんですけれども、そういう味のことまでなかなか思いつかないかもしれませんね。そんな、北大路魯山人のお米の話というものをまずはお届けしました。さあ、お米に代わってはビール。続いては夢の旧作のビール会社征伐という本を読んでいきます。ビール会社を征伐するなんていうと非常に何か怖いと言いますかね、打倒ビール会社みたいな感じ聞こえるかもしれませんが、この夢の旧作のお話は、非常にまあコミカルと言いますか、
最初にどんな話かというのを簡単に言いますと、まあ、ビールが飲みたいばかりの会社の人間がビール会社で行けばタダで飲めるよねというようなお話です。では夢の旧作のビール会社征伐というお話読んでまいりましょう。ちょっと古めかしい文体ではありますけれども、お付き合いください。ビール会社征伐夢の旧作。毎度酒の話で申し訳ないが、今思い出しても腹の皮がピクピクしてくる砂糖の傑作として記録しておく必要があると思う。九州福岡の民生系新聞九州日報社が声優界万能時代で経営難に陥っていたある夏の最中の話。原用者張りの酒豪や仙骨がずらりと揃っている同社の編集部員一同、月給がきちんきちんともらえないので酒が飲めない。みんな仕事をする元気もなく、机の周りに青ざめた豪傑面を陳列してアプリアプリと死にかかった川魚みたいなあくびをリレーしーしー涙ぐんでいる光景は、さながらに近年の村会をそのままである。どうかして存分にうまい酒を飲む知恵はないかというので出る話はそのことばっかり。そのうちに急すれば通ずるとでも言うのか、一等の見つけの警察回り君が明暗を出した。今でも福岡に支社を持っているどこどこビール会社は当時九州でも一流の低級の大選手を網羅していた。九州の実業低級会でもどこどこビールの向かうところ一敵なしというくらいで、同支社の横に1000円ばかりかけた堂々たる低級コートを2つ持っていた。あのどこどこビールに1つ定休試合を申し込んでやろうじゃないかというと、みんな総立ちになって賛成した。果たしてご馳走にビールが出るか出ないかと知事する者もいたが、出なくてももともとじゃないかというので、一切の異議を一蹴してすぐに電話で相手にチャレンジすると、ちょうど選手も揃っております、いつでもよろしいという色よい返事である。それでは明日が日曜で夕刊がありませんから、午前中にお願いしましょう。午後は仕事がありますから。5組で5回ゲーム、午前9時から結構です、どうぞよろしくという話が決まった。ビール会社でも抜け目はない。新聞社と試合をすれば新聞に記事が出る、広告になると思ったものらしいが、それにしてもこっちの実力がわからないので作戦を立てるのに困ったと。困ったはずである。実はこっちでもひどい選手難に陥っていた。もともとテニスらしいものができるのは、正直のところ一滴も酒の飲めない筆者の一組だけで、他はみんな信濃の兵隊と一般、テニスなんてろくに見たこともない連中が我も我もと喉を鳴らして参加するのだから、奇人壮烈に泣くと言おうか何と言おうか、首相たる筆者が弱り上げたてまつったこと一通りでない。おい首相、貴様は一滴も飲めないのだから選手たる資格はない、俺が大将になってやるから貴様は引け、負けたら俺が柔道四段の腕前で相手を叩きつけてやるからな、というようなギャング張りが出てきたりして、首相の頭がすっかり混乱してしまった。仕方なしにそいつをマネージャーにして同行を許すようにします。それから原稿紙にテニスコートの図を書いて一同に勝敗の理屈を説明し始めたが、真剣に聞くやつは一人もいない。
やってみたら分かるだろうとかなんとか言ってどんどん返してしまったのには呆れた。息すでに敵を飲んでいるらしかった。ある明くる朝の日曜は青々と晴れた素敵な定休日和であった。方々から借り集めたボロラケットの 5,6 本を束にしたやつを筆者が自身に担いで門を出た時にはおまけなしのところ四条縄手に向かった楠木正面の気持ちが分かった。それからビール会社のコートに来てみると新しくにがりを打ってまぶあゆい白線がくっきりと引き回してやる。その周囲を重役以下男女社員がひしひしと取り囲んで敵選手の練習を見ているところへ乗り込んだ時には何かなしに全身を冷や汗が流れた。早速の起点で時間がないからといってこっちの選手の練習を射絶した。作戦として筆者の主将組が壁頭に出た。せめて一組でも倒しておきたい。あわよくば優待を残せるかもしれないという自尊まじりの情けない良感であったが見事に当てが外れて向こうも主将の結城本田というナンバーワン組が出てきたのには縮み上がった。それだけで手も足も出ないまま 3-0 のストレートで敗退した。後のみっともなさ。あんなにもビールが飲みたかったのかと思うと目頭が熱くなるくらいである。先方は揃いの新しいユニフォームをきちんと着ているのにこちらはワイシャツにセーラーパンツ、フルタビ、汗じみた雪中俺という街頭のアイスクリーム屋敷が一番上等で、靴のままコートに登って叱られるもの、派手なメリンスの襦袢に赤い猿股一つ、西洋手ぬぐいの放火無理という珍丼屋敷、中には上半身裸でクズ屋みたいな継ぎはぎのボロ股引きを突っ込んだ向こう鉢巻きでさあ来いと踊り出るので審判に雇われた大学生が腹を抱えて高い腰掛けから降りてくるようなこと。無論ラケットの持ち方なんぞ知ってようはずがない。サーブからして見送りのストライクばかりでたまたま当たったと思うと鉄網越しのホームラン。それでも本人は勝ったのか負けたのかわからないままいつまでもコートの上でキョロキョロしている。ゆうゆうとゴムマリを拾ったりなんかしているので相手がコートに這いついて笑っているがそれでもまだわからない。なんだ負けたのかと頬を膨らましてすごすご引き下がる途端に大爆笑と大拍手が敵味方から一斉に湧き返るという空前絶後の不可思議な盛況に無事に予定の退却となった。それから予定の通りにコート街の草原のテント張りの中でビールとつまみ魚が出た。小遣いが2人で50ガロン入りの樽を抱えてきた時には選手一同思わず嬉しそうな顔を見合わせた。同時に主将たる筆者は胸がドキドキとした。インチキがバレたまま成功したのだ。樽にすると小さく見えますがねこの樽一つあれば50人から100人ぐらいの宴会ならいつも余りますのでどうぞご遠慮なくお上がりくださいという重役たちの挨拶であったがさてコップが配られるとさあ飲むわ飲むわ。筆者を除いた9名の選手と仮想マネージャーが文字通りに長径の100戦を通がごとくである。コップではめんどくさいですからそのジョッキでというなり7号入りのジョッキで立て続けに息をつかせない。お見事ですな。もう一つと重役の一人が味方の仮想マネージャーを浴びせ倒しにかかっていたがなかなか腰が砕けない模様である。そのうちに
樽の中が泡ばかりになりかけてくると重役連中が一人逃げ二人逃げ、しまいには相手の選手までいなくなって、カンカン火の出る草原に天幕と空だるとコップの林と入れ替わり立ち替わり小便をする味方の選手ばかりになってしまった。中にも仮想マネージャーを先頭にラケットを両手に持った3人が靴履きのままコートに登って、勝った方がええ勝った方がええとダンスを踊っている。何が勝ったんだかわからない。苦々しいやつだと思っている筆者を見なして引っ張って重役室に挨拶に行った。仕方なしに筆者が頭を下げてどうも今日はごちそうさまになりましてと言って切り上げようとすると、背後から水眼朦朧たる仮想マネージャーが前に出てきてわざとらしい舌なめずりをしてみせた。ドラ声を張り上げた。午後の仕事がありません、ともっとゆっくり頂戴したかったのですが残念ですと、とどめを刺した。しかし、往来に出るとさすがに一同、帽子を投げ上げ、ラケットを振り回して感激した。ところこビール会社万歳！九州日報万歳！ボールは子供の土産にもらっていきます。翌日の新聞に記事が出たかどうか記憶しない。というただ酒飲み、ただで酒を飲む大酒飲みのお話、それがもう8人9人で集まって飲んでるというわけなんでね、まあビール会社が果たしてその思惑通りに記事にできたかどうかというところは怪しいところでありますけれどもね。夢の旧作のビール会社セーバーというお話、まあとことんビールを飲んで樽を空にして帰ってきたというお話でした。引き続きぜひぜひこちらビールじゃなくワインね、どん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 飲んでいただいて、ボトルを1つ2つと開けていっていただきたいなと思いますが、さあ続きましてこちらは運の銃座という、戦前の SF 作家、まあ、あの昭和の時代で言いますと藤子不二雄ぐらいの、感じだと思いますね、戦前第1次第2次世界大戦昭和10年代に、書かれている本、運の銃座という、まあ、日本初の SF 作家とも言われているんですが、その運の銃座のお話、この僕もの朗読では久しぶりに読むわけなんですけれども、今日用意しましたのは木ネジというお話です。一本の木ネジ君の大冒険、まあ、一生といいますか、誕生から生まれてから、まあ、死ぬまでというかね、そういった、お話になっています。比較的ぐいぐいと引き込まれていくお話ではありますので、ぜひちょっと時代が、昭和18年に書かれているものですので、ちょっと時代が、今とは違うところあるかもしれませんが、お付き合いいただきたいと思います。では行きましょう。木ネジ運の十座。僕ほど不幸なものがまたと世の中にあろうか。そんなことを言い出すと贅沢なことを言うなと叱られそうである。しかし本当に僕くらい不幸なものはないのである。僕をちょいと見た者はどこを押せばそんな嘆きの音が出るのかと怪しむ。体はピカピカ黄金色に光って大変美しい。小さい子供なら僕を金だと思うだろう。僕をよく知っている工場の人たちならそれが大変質のいい真鍮であることを一目で言い当てる。実際僕の体はピカピカ光って美しいのである。僕はある工場に誕生すると同じような形の仲間たちと一緒に一つの箱の中に詰め込まれ、しばらく暗がりの生活をしなければならなかった。その間
僕はうとうとと眠り続けた。まだできたばかりで体の方々が痛い。それが治るまで僕は眠り続けたのである。それから数十日経って僕は久しぶりに明るみへ出た。そこは倉庫の中であった。でっぷり肥えた中年の人間が倉庫係のおじさんだ。僕たちのぎっしり詰まっているボール箱を手に取って蓋を開けたのだ。お前の言うのはこれだろ？ほら、ちゃんとあるじゃないか。と言うと、別の若い男が僕たちを覗き込んで、あれ？ほんとだ。もう一箱もないと思ってたがな。どこか間違って棚の隅へ突っ込んであったんだね。きっとそうだよ。つまり、売れ残り品だ。と言いながら指を箱の中に突っ込んで僕たちをかき回した。僕はしばらく運動しなかったので、かの若い男の指でガラガラとかき回されるのが大変いい気持ちだった。売れ残り品じゃ役に立たないのか、中年の男が腹を立てたような声をした。いやいや、そんなことはない。掘り出し物だよ。ありがたいありがたい。これで今度の分は間に合うからね。何しろこの頃は納期がやかましいから、木ネジ一箱が足りなくても大騒ぎなんだ。若い男は嬉しそうに目を輝かしてボール箱の蓋を閉めた。僕たちの部屋は再び暗くなった。それ見ろ、やっぱりありがたいだろうが。お前からもよく木ネジさんにお礼を言っときな。売れ残りだなどと言うんじゃねえぞ。箱の外には倉庫係のおじさんが機嫌を取り直して朗らかな声を出す。じゃあもらっていくよ。伝票さっきそこに置いたよ。あいよ、ここにある。それから僕たちは若い男の手にわしづかみにされ、そしてどこともなく連れて行かれた。今から思えば、まだこの時の僕は希望に燃えて気持ちはしごく明るかった。仲間同士、これからどんなところへ行ってどんな機械の部分品となって働くのであろうかなどと、我々のヨーヨータル前途について盛んに断じ合ったものである。箱の外からはその時々にいろいろな音響が入ってくる。また人間たちの話し声が聞こえる。それをじっと聞き分けるのは大変興味のあることだった。僕たちの箱がドスンと台の上か何かに乗せられたのを感じた。そこは大変たくさんの大きな機械が回っている部屋であった。はい、木ネジをもらってきましたよ。これが最後の一箱です。さっき聞き覚えた例の若い男の声だ。おい待ってくれ、ちょっと中身を調べるから。別の太い声がした。大丈夫ですよ、倉庫で受け取った時ちゃんと調べてきましたから。お待て待て、お前はこの頃ふわふわしていてよく間違いをやらかすから当てにならんよ。それに間違っていればすぐ取り替えてきてもらわないと、せっかくここまで急いだ仕事がまた遅れる。急がば回れ、念には念を入れということがある。十分念を入れてきたのにな。まあそう怒るな。どれ、そこへ開けてみよう。太い男の声が僕たちを明るみへ出してくれた。僕たちはザラザラッと冷たい冷たい交番の上にぶちまけられた。しばらく暗闇にいたので眩しくてたまらない。大きな手で僕たちを撫で回す。おお、これは遊休品だ。まだこの手のがあったのか。あ、これでいいよ。ありがとう。
僕たちはここでもまた褒められた。褒めてくれたのは仕上げの熟練工の木田さんという産業戦士だった。それご覧なさい、私はこの頃ふわふわなんかしていませんよ。木田さん、この次そんなことを言うと私はあんたに銃剣術の試合を申し込みますよ。若い男は得意だ。銃剣術でお前が張り切っている話は聞いたぞ。いつでも相手になってやるが、油を売るのはその辺にして早く向こうへ行け。木田さんはあんまり勝手だよ。油なんか一滴も売ってはいませんよ。で、若い男は口笛を吹きながら向こうへ行ってしまった。それから木田さんはまたしばらく僕たちをさらに惚れ惚れと撫で回していたが、やがて僕たちを両手ですくい上げると別の大きな機械台の上へ連れて行った。そのそばにはピカピカ光った大きな無電装置のパネルがたくさん並んでいた。これは国際放送用の機械であるらしい。木田さんはそこにいた仲間に声をかけた。おい、モックネジが来たぞ。早いところ残りの穴埋め込んでくれ。木田さん自身も僕たちを手につかんでポケットに入れた。それから右手にドライバーを握り、ポケットから僕たちを一つつまみ上げては、パネルの後ろ側にあるターミナルの並んだアルミの小さい枠を装置のフレームに取り付けるため、両方の穴と穴とを合わせ、その中に僕たちを植え込んだ。それからドライバーでくるくるっとねじ込んだ。僕たちの仲間はどんどんポケットから出ていった。ポケットの中が空になると、また木田さんは僕たちを一つかみポケットの中に入れた。その中には僕も混じっていた。僕は番の来るのを今か今かと待っていた。そのうちに太い温かい指が僕の胴中をギュッとつまんだ。いよいよ番が来たのだ。僕は胸を躍らせた。国際放送機の部分品としてこれから僕は A 級の配置につくのだ。その機械はやがて送信所に据え付けられ、全世界へ向かって電波を出し始めるであろう。大東亜戦争を戦っている惜しい日本の叫びが世界中に撒き散らされるの。ああ、国際宣伝戦の大花形。木田さんは左手ですでにアルミの小さい枠の装置のフレームの穴とぴったり合わせていた。右手の指につまみ上げられた僕がその穴に今や差し込まれようとした瞬間、おやと木田さんの異様な声がした。なんだよこの木ネジは。これは出来損ないじゃないか。なぜこんなものが入ってたの。誰かボヤボヤしてやがる。そう言って木田さんは僕を機械台の上に立てた。僕はドキンとした。何怒ってるんだい木田さん。横合いから甲高い声が聞こえた。いや、有給品の木ネジだから安心してたんだ。ところがこんな出来損ないのが混じってやがる。見かけは綺麗なんだけど螺旋の切り込み方がめちゃくちゃだ。どうしてこんなものができたのかな。どれどれと甲高い声の男が僕を指先につまみ上げて目のそばへ持っていった。熱い息が下から僕を吹き上げる。なるほど、これは不思議な木ネジだね。確かに出来損ないだ。それにしてもよくまあこんなものができたもんだ。これはあれだよ、旋盤の中心が何かの拍子に狂ったの。だからこっちとこっちとが余計に深く削られている。これじゃあネジ山合ってても細いから差し込んでもやがて抜けてしまうよ。おお、それに頭がこんなに欠けてるじゃないか。ドライバーをあてがって力を入れてねじ込もうとすれば、ドライバーがネジの頭から滑ってしまう。
ひどいものを混ぜてよこしたな。とにかくこれはダメだ。そう言って彼は僕を元の通り機械台の上に頭を下にして立てた。僕の不幸なる身の上はこの刹那にはっきりしたのである。螺旋が余計に深く切り込んである。それに頭の一部が欠けている。ああ、僕はなんという不幸な体に生まれついたことであろうか。目の前が急に暗くなった。僕は台の上で体を震わせ嘆き悲しんだ。せっかく立派な国際放送機の部分品となって大東亜戦争完遂に陰ながら一役を務めることができると思ったの。もし僕に羽があったらこの台の上からひらりと飛び出してあの穴へ飛び込むのだが、すっかり希望を失った僕は機械台の上にいつまでも震えながら嘆き悲しんでいた。そのうちに僕は突然ムズとつまみ上げられた。僕は驚いた。はっとして目を見張ると知らない若い男の指につまみ上げられていた。その若い男はもう一人の男としきりにあまり良くないところの話に夢中になっていた。よせよ、大きな声を出すな。木田さんに聞かれたら怒られるよ。大丈夫だ。木田さんは呼ばれて主任のところへ行っちまった。おい、どうする？行くか？行かないか？俺は嫌だよ。バカ。意気地なし。そう言いながら、その若い男は僕を穴の中へ差し込んだ。僕はこの意外な出来事に夢かとばかり驚き、そして胸を躍らせた。木田さんが向こうへ行った留守に何にも知らないこの若い男が僕をよく調べもしないで装置の穴の中に差し込んでしまったのである。やがて僕の頭にドライバーが当てられた。ぐっと押されてキリキリと右へ回された。ドライバーは何遍かつるりと滑った。その度にやり直しだ。だがその若い男は話に夢中になっていたので文句も言わず何遍でもやり直して、とうとう僕を穴の中に差し込んでしまったのである。僕はしばらく呆然となっていた。喜んでいいのか、それとも悲しんでいいのか。自分の浅ましい身の上が分かると僕はもう初めに考えていたように大きな立派な機械に抱かれることをすっかり断念しなければならなかった。今の今まで断念していたのである。ところが思いがけなく僕は憧れの国際放送機の中に取り付けられてしまったのである。こんな嬉しいことがまたとあろうか。僕をこうした思いがけない素晴らしい幸運へ投げ込んでくれたこの若い男に対しどんなに感謝しても感謝したりないと思った。だが僕の心の隅になんだか檻のようなものが溜まっていることについて僕はいささか気にしないわけにいかなかった。というのは僕は公然堂々と大手を振ってこの大役に飛び込んだわけではなかったのである。早く言えばその若い男がくだらない話に夢中になっているおかげでこんなことになったのである。それは決して公明正大とは言えない。身は一つの木ネジであるが日本に生まれた以上やっぱり日本精神を持っている。だから僕のせっかくのこの幸運も自ら顧みていささか暗い影の差していることが否めない。それでもいいのであろうか。声を立てるわけにもいかないので僕は黙ってそのまま成り行きに任せるよりほかなかった。不幸なる幸福、少々後ろめたい幸運、
果たして僕はいつまでも幸福でいられるであろうか。その後、僕は異常がなかった。僕の取り付けられた放送機はそれから後方々へ回った。多くの時間がこの装置の試験に費やされた。装置には真空管も取り付けられ、すっかり立派になったところで初めて電気が通され、ケーキの針が動いた。試験をしていると装置はだんだん熱してきた。僕はあまり暑くてしまいには汗をかいた。そのうちに試験も終わり、荷造りされた。僕はトラックに揺られ、それから貨車の中に揺られ、放送所のある遠方の土地まで運ばれていった。それから先、またトラックに乗せられ、寒い田舎を運んでいかれた。そしてついに放送所に着いた。僕の取り付けられている機械は箱から出された。そこには大勢の技師が待っていた。ああよかった、これで安心だ。間に合うかどうかと思って随分心配したな。その中の一等年を取った人がそう言って一同の顔を見回した。それから僕の機械は大勢の肩に担がれ、2階の機械室まで持って行かれた。この機械を据え付ける基礎はもうちゃんとできていた。機械はその上に乗せられた。うまくボルトの中にはまらないらしく、盛んにハンマーの音がカンカン鳴った。その振動は僕のところまでも厳しく響いてきた。おや、これはいけないぞ。僕は気がついた。大変なことが起こりかけた。僕の体が穴から抜けそうである。あんまりガンガンやるからいけないのである。基礎がちゃんとうまくできていればよいのに、それが寸法通り言っていないものだから、ハンマーをガンガン振るわなければならないのだ。それは全く余計な心配を僕にかける。いや、今となっては単なる心配ではない。ハンマーがガーンと鳴るたびに僕の体は穴からそろそろと抜けていくのであった。おい、ネジが抜けるよ、誰か来て止めてくれ。僕は人間に聞こえない声で一生懸命に怒鳴った。仲間の木ネジたちはきっと僕の悲鳴を聞きつけたに違いない。しかし彼らの力ではどうすることもできないのだ。ガーンガーンガーン、あっという間に僕は穴からすっぽりと抜けてしまった。そして小さい声を立ててコンクリートの床に転がった。頭の角を嫌というほどぶつけた。ああ、万事休す。僕はまたもや大きな悲しみの淵に沈んだ。床から機械の元の穴まではずいぶん遥かの上だ。翼ない身は下から飛び上がっていくこともできない。悲しみの中にも僕はまだ少しばかりの希望を抱いていた。それは誰かが僕のそばを通りかかって僕が転がっていることに気がつくの。おや、こんなところにネジが落ちている。一体どこのネジが抜けたんだろうと言って、その人が親切に僕の入るべき元の穴を探してくれれば、僕は大変幸福になれるのであった。どうか誰か技師さん、僕を見つけてくれませんか。しかし実際は僕を見つけてくれる人間は一人もいなかったので、運の悪い時には悪いことが重なるもので、それから30分ばかり経った後のこと、技師の一人がコツコツと靴音を響かせて僕の転がっている方へ歩いてきたが、
その靴先が僕の体に当たって僕はポーンと蹴飛ばされてしまった。何しろ軽い体の僕のことであるから、たちまち床をゴロゴロと転がった末、部屋の隅にあった木箱の壊れが積み上げてあるその下へ潜り込んでしまった。ああもう観念のほかはない。再びあの立派な機械の穴へは戻れないことになってしまった。それから先の話はあまりしたくない。僕は20日壊れた木箱の下にいた。やがて工事場の後片付けが始まって木箱は部屋から運ばれていった。その後に僕はコンクリートの塊や縄切れなどと一緒に残っていた。僕の体はもう埃にまみれて、かつて倉庫番から褒めちぎられた時のような金色の光沢はもう見ようとしたって見られなかった。全身は艶を失い変に黄色くなっていた。埃と一緒に僕は吐き出された。そして放送所の後庭に掘ってあるゴミ捨て場の方へ持って行かれた。いろんな汚いものと一緒にジメジメした穴の中に僕は悲惨な日を送るようになった。体はだんだんと錆びてきた。青い緑青が吹き出した。僕は自分の体を見るのがもう嫌になった。思えば僕ほど不幸なものはない。こんな不幸に生まれついたものがまたとこの世にあるだろうか。僕を産んだ人間が恨めしい。もっと気をつけて旋盤を使ってくれればよかったんだ。しかし僕も途中でちょっぴり幸福を味わったことがあった。それはあの若い職工さんがくだらない話に夢中になって僕を放送機の穴に取り付けてくれたから。あれからこの放送所へ来て試験が行われている間までは僕は確かに幸福であったと言える。だが今から考えてみるとそれは間違った幸福だった。もともとあの若い職工さんが誤って僕を放送機に取り付けたのであった。だから僕は当然今のような惨めな教会に転落することは初めから分かりきっていたのである。間違った幸福を喜んでいた僕は何というバカだったろうか。ある日このゴミ捨て場に社宅の子供たちが 3,4 人で遊びに来た。汚いところだが子供たちには大変興味のある遊び場であるらしい。子供たちはみんな女の子であった。ゴミの山の上を上がったり降りたりして遊んでいるうちに一人の鼻垂らしの7つくらいの子供がふと僕を見つけて小さな手のひらの上へ拾い上げた。いいものがあったわ。これは汚いけれどネジ釘でしょ。お家へ持って帰ってお母さんにあげるわ。額をかけるのに釘が欲しいってお母さん言ってたのよ。僕はその子供の小さい手に握られていた。そして体がポカポカと温かくなった。どれ見せてごらん。別の子供がやってきた。僕の主人は小さな手のひらを開いた。すると相手が大きな声を出した。まあ汚いねじ釘ね。その青いものは毒なのよ。そんなものを持っていると手が腐るから捨てちゃいなさい。まあ僕はポイッと捨てられてしまった。そこは署内の通路の上で雨降りの日のために舗装道路になっていた。僕は赤面した。もう何も考えまい。僕は目をつぶって死んだようになっていた。が最後に立派な人に拾い上げられた。それは
この放送所の所長さんであった。どうしてこの小さい僕が見つかったんだろう。所長さんは日向に立ち止まって僕をつまみ上げ、つくづくと見ていた。やれやれ、かわいそうに。この木ネジは生まれながらの出来損ないじゃん。ここへ捨てられるまではさぞ悲しい目にあったことじゃ。おい木ネジさん、お前はこのままじゃどうにもうだつが上がらないよ。だからもう一度生まれ変わってくることだね。真鍮のくず金としてもう一度精錬所へ通ってる壺の中でお仲間と一緒に体を溶かすのだ。そしてこの次は立派な木ネジになって生まれておいで。所長さんの優しい言葉に僕は胸が詰まって泣けて泣けて仕方がなかった。さすがに技術で苦労した所長さんだ。僕のような出来損ないの木ネジの人生を考えてくださるこの情け深い所長さんの言葉によって僕はこれまでの身を切られるような辛いことをいっぺんに忘れてしまった。ああよかった。やがて所長さんは建物の中に入って僕を木箱の中にポトンと入れた。その箱にはくず金入れと札がかかっていた。1943年の書筆です。運の十座の木ネジという話、まあ、出来損ない、まあ、不良品の木ネジが、間違って取り付けられてしまってそのまま穴からスポンと抜けてしまった。そして誰にも見つからないままこのままかなと思ったところに現れた所長さん、まあ、きっとそういう技術バタの所長さんだったらそういったものを見て、やっぱりいいものを作るということの大変さというものもね分かっているからこそなのかもしれませんが、そういった木ネジの一生ということでお届けしてまいりました。次はねいいあのきちんとした木ネジに生まれ変わってくるといいですよね。さ、ということで、3本お話を読んでまいりました。お米の話とビール会社征伐とそれから木ネジという3本でした。いかがだったでしょうか。比較的いい食べ物で揃えた米とビールということで揃えてみましたけれどもね、いかがだったでしょうか。さて、こちらの朗読イベント隔週でやっております。隔週の月曜日でやっておりまして、次回は4月の声を聞いて4月の13日、13日月曜日の夜9時からまたこういった形でお届けしていきたいです。おそらく歓迎会なんかでまたねお会いできるかもしれませんが、ぜひ僕もにもお越しください。そして、またいろんなイベントもこういった形でやっていますので、近いイベントなどもスタッフにお問い合わせいただきたいと思います。そして、最後に、もう一度こちらのね投げ銭システムになっておりますので、お心づきありましたらぜひよろしくお願いいたします。ということで、次回4月13日月曜日夜9時から皆さんとお会いしたいと思います。ここまでは朗読の時間ということで折り劇を一度お届けしてまいりました。引き続きここまでお楽しみください。どうもありがとうございました。ユーストリームを聞きの皆さんもありがとうございました。今日はこんな形で、実はリューストリームのこの画面が16対9になってるんですね。知らなかったです、いつの間にやら。ということで、3本お届けしてまいりました。次回また4月の声を聞く4月の13日、まあ4月の声どころじゃないですよね。あさってから4月でもう4月の半ばになるわけですね。時の経つのは早いもんですけれども、また、お届けしていきたいと思います。2週間後4月13日に、お時間合いましたらぜひまたご覧いただきたいと思います。ということで織出健一でした。良い夜、ありがとうございました。